ルネスアリーは青森県弘前市にある商業施設。広南鉄道大和2線の駅である中央、弘前駅のすぐ向かいに位置し、近隣には中山百貨店弘前店がある。本校では、当施設の前身にあたるルネス街、ルネスアベニューについても述べる。土手町の様子写真左側にルネスアベニューが見える。ルネスアベニューの外観、現存せず、 1980年2月にルネス街として開業。開業当時は中央広崎駅側のみで営業していた。1983年9月1日、増床し営業開始。2006年9月、施設名をルネスアベニューへ解消し、全面リニューアルを行った。増床後は地下1階、地上3階建てになり、売り場面積も2489平方メートルへ。 拡大。地元不動産賃貸会社のスコーレが運営する。若者向けファッションテナントや飲食店などがのきを連ねたほか、1階にチーズケーキ専門店チェーン、チーズケーキファクトリーやカフェなどの店が出店し、2階では楽一楽座と銘打ったスペースにチャレンジショップが入居していた。また、館内には商店街振興組合なども入居していた。ルネスアーベニューと、 中央広崎駅の間を通る都市計画道路、山道町都井の口線の拡幅事業を行う上で、ルネスアベニューの敷地南側が道路のルート上にかかってしまうため、施設は2017年3月31日をもって一時閉館、中央広崎駅側のみ解体した。2018年12月5日、施設を運営するスコーレは、残された土手町側を ルネスアリーという名称で2018年12月に再オープンさせる予定であることを発表。当初は同年12月14日のオープンを予定していたが工事が遅れていることを理由に後にオープン予定日を12月26日へ変更した。2018年12月ルネスアリーとしてリニューアルオープン。ルネスアリーの1階にはバーやラーメン店。 焼肉店などの飲食店が入居し、2階にはカプセルタイプの宿泊施設が入居していた。2020年、新型コロナウイルスの影響や地域の整備計画の変更を受け、11月末までに全テナントが撤退。同年12月に休館となることが発表された。広崎市の中心市街地活性化事業の中で、ルネスアベニューリノベーション事業の計画地として、 指定を受けている。ありがとうございます。